みなさんこんにちは、マリです。ナオです。マリナオチャンネルです。よろしくお願いします。今日はですね、はい、視聴者さんからのリクエストですね、無菌調剤室の中を見せてほしいっていうリクエストが届いてます、うん、はい、やっぱり見たいんだね。見たいですね。まず無菌調剤室って何っていう方もいらっしゃいますよね、はい、そうですね。私たち体形像では在宅訪問をね、薬の管理をやらせていただいてますので、注射薬等のね、はい、無菌の状態の中で、調剤をしなきゃいけないものがあったりしますので、それをねするために、はい、無菌室っていうのを三愛薬局の中に完備しております。外側からではね全く見えない状態なので、うん、まあ、だからこそ見たいっていう方もねいらっしゃるのかなと思います。なので無菌調剤室の中でどんなことが行われて、どんなことがあって、すごいことが行われてではないですが、はい、どんな風に調剤されているのかっていうことをお伝えしたいと思います。三愛薬局の赤石薬局長に無菌調剤室の中を案内していただきます、うん、赤石薬局長といえばマリナオチャンネルで一番再生回数を稼いでる、そうですね、あの有名な赤石薬局長ですね、はい、の作業をしている様子をですね今回撮ってきましたので、はい、そちらの VTR をご覧ください。それでは赤石スタート。どうでしたでしょうか皆様、終始真剣な、そうですね、赤石薬局長をご覧いただけましたでしょうか。はい、真剣でした。なかなかあのね真剣な赤石薬局長見たことないですね。そうですね、やっぱ間違って、ね、なかなか見れないですけど、うん、やっぱり全てのお仕事作業の中でそうですけど、絶対間違ってはいけないっていう作業なので、うん、もう黙々とでしたね。そうですね、やっぱりこうやってお薬がお届けされるまでにいろんな工程を経てお届けられておりますので、まあ、無菌調剤室ってなかなか見たことないと思いますけれども、はい、調剤室の中のどういった作業をしているかっていうのも皆さんねなかなか見たことないかなと思います、まあ、随時そういったところもね配信していけたらと思いますので、はい、楽しみに待っててください、はい、もっと知りたいことなどありましたらコメント欄、あとツイッターの DM で送っていただければ動画の方配信したいと思いますので、楽しみにお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。